音自体がもう嫌だなって思う方もいるかもしれませんけども、住宅にいつの間にか巣を作り短期間で爆発的に増えるスズメバチです。札幌の駆除業者密着で見えてきた蜂合わせしない対策とは。蜂の巣を見つけた、子供が小さいので心配だ。依頼を受けたのは害虫駆除業者の竹谷江亮太さんです。大きくなったら働き蜂飛び回りますからね。それ考えたら早め早めの方がよろしいかと。なるほどね。現場は札幌市西区の住宅街の一戸建てです。あら、あ、こんにちは、お願いします。すいません、ありがとうございます。2階のベランダの換気口の下に蜂の巣がありました。蜂が数匹確認できます。カメラを近づけると、いや、これが限界です。ああ、もうこっち向いてます。いや、今日の朝見つけて、そう、全然蜂のこと分かんなくて、なんか自分で撮るのも刺されたら怖いなと思って。なるほど。この蜂、なんて蜂ですか？スズメバチ科のコアシナガバチです。どんな蜂なのか、北海道立衛生研究所で蜂を研究する伊藤拓也さんに鑑定を依頼しました。性格はかなりおとなしくて、近づいても警戒するだけで実際に人を刺しに来るということはないんですけども、人にすごく近い距離にあるものですから、間違ってその壁のあるのを触っちゃったりすると刺してくるんですよね。ベランダの出入り口で人の顔の高さに作られた巣、刺される可能性が高いため駆除します。薬で殺して、で回収して、で戻り蜂いるんで消臭して痕跡も全部消します。巣には卵が16個、幼虫が40匹、さなぎが8匹確認できました。蜂が増える前に巣を見つけ取り除くことが大切です。ではスズメバチが巣を作りやすい場所とは。これ盲点、この下なんですよ。この下に作ることもあるので、ね、枝みたいな感覚なのか、このレールのとこ作るんですよね。挟むようにして。他にも庭木や換気口の中、軒下にも巣を作るため、定期的に確認して巨大化を防ぐことが大切だといいます。今日中に完全にいなくなりますから。はい、安心しました。2日前、蜂に刺され救急車で病院に運ばれたという男性からの依頼です。刺されたんですか？刺されたんです。だいぶ引けた、腫れは引けたんだけどね。はいはい、痒みが取れないの。刺された場所はこの塀の奥。住宅と塀の間の掃除をしていた時、蜂に襲われたといいます。小型カメラを設置すると。西洋大丸花蜂という蜂です。もう使ってないネズミの巣穴とか、それからブロックの下とか石の下とか、そういうところの空間を利用して巣を作っているいますね。巣を守るために人を刺すというのはほとんどしないんですけど、間違って触っちゃったりすると刺します。結構痛いですよ。駆けつけたのは害虫駆除業者の三浦和弘さんです。周りに粉の薬を巻いて、まあ、それが蜂の体についたら死ぬという薬。薬が体についた蜂が巣に戻ると、間もなく蜂や幼虫は死滅します。近所の女性がいい蜂対策があると声をかけてくれました。床下に巣を作るマルハナバチとの4年にわたる格闘の末、たどり着いたという撃退法がこちら。これアルミニウムの網みたいのを買ってきて、でそれを頑張って切って両面テープ、強烈な働き屋さん行って買ってきて、雨降ろうが何しようが全然離れない。4年苦しみました。叩いて叩いて。
最初に塞いどけばもう全然多分最初に巣を作ろうとして巣を作る場所を探している女王蜂が、まあ、もうそういうところはもう全然見もしないというか理にかなった方法だと思います。穴が開いたプレートを使うなど床下の換気を妨げないようにしてください。西区の依頼現場に到着した三浦さんは蜂の巣を確認するとすかさず防護服を着用しました。このぐらいになると巣に寄るとバッと出てくるので、はい、住宅の2階の軒下にぶら下がる丸い蜂の巣。防護服を着た三浦さんに小型カメラを渡し蜂の巣に近づけた次の瞬間、巣から湧き出たこの大型の蜂は、これはスズメバチ科のケブカスズメバチ、攻撃性の強い蜂ですね。よく遠足の人たちが刺されるとか草刈りの人が刺されるというのはほとんどこの種類が多いですね。一番大きくなるのは8月下旬から9月初めぐらいにかけてなんですけども、北海道でもそうですね、5、60センチにはなると思いますね。殺虫剤を巣の中に噴射し蜂の動きが止まるのを待って丸ごと取り除きます。作業は簡単に見えますが熟練した技術が必要で危険も伴います。絶対に真似はしないでください。六角形の部屋、育房のほぼすべてに幼虫や卵が確認できます。蜂が爆発的に増える直前でした。日本に17種類いるスズメバチのうち14種類が生息する北海道、日本最大の生息地であることを忘れてはいけません。札幌の住宅街や都心部にも巣を作るスズメバチですが、巣は9月にかけて巨大化するということで、蜂の数ももちろん激増していくということです。北海道立衛生研究所の伊藤拓也研究員に事故を防ぐには何が大切かを聞きました。はい、こちらですね。北海道はスズメバチの生息適地、まあ、住みやすい場所であることを認識をしましょう。そして換気口や軒下を定期的にチェック、早期発見早期駆除が刺されないために重要なんだそうです。これ生活動線の近くにまあいるのはもちろんこれ危ないですけども、蜂って結構その害虫を駆除してくれるっていう、そうなんですよね、側面もありますよね。益虫の面もあるんですよね、うん、そうですよね。だから研究員の方は例えば全く人が通らないところに あるんだったらそれは益虫なので、うん、逆に蜂がいることもメリットがあるから放っておくんですが、さすがに玄関とか、まあね、窓を開けたところとかになってくるとね、それは刺される危険もあるのでということで、そこはちょっと使い分けるということでしょうかね、うんうん、う共存していくためにやっぱり出会ってしまったら刺激しないっていうのも大事だと思いますが、まあ、早期早めの、ね、駆除するっていうのは大事なのかもしれないですね、はい、万一なんですが刺されたら呼吸困難などアナフィラキシーショックになる可能性があるので、うん、まずは刺されたということを周りに知らせるということも実は大事なんですって、うん、でその上で速やかに病院で手当てを受けてください。